こんにちは、ハイジーです。というわけで本日はマジュニアさんからの情報をコメント欄にいただきまして、なんと B ウエストさんというハンバーグ屋さんにピラミッドという非常に気になる名前のメニューが存在するそうでございまして、私馬車道の方にやってきております。やはり馬車道、街並みがおしゃれなんですよね。そして横浜方面なので、やっぱり中華屋さんもね、非常にアサヤン世代の僕にとっては見過ごせないお店なんかもあったりしまして、こちらはスープカレー屋さんか、ベイラッキョさん、関東カレーブームの火付け役、ニュースープカレーですって。具材もゴロゴロの感じで美味しそうな店、あ、もう香ってくる、カレーの美味しそうな香りめっちゃ漂ってきまして、その真横にかわいいかわいいお店、目玉の親父的なやつのバブルのやつ、飴みたいなやつ、飴かキャンディーか、キャンディー屋さんですね。なんとここのベイラッキョさんが入っているビルの3階が今回の目当てのお店でございまして、こちらステーキ&ハンバーグ B ウエストさんって書かれてますね。さあ、エレベーターを降りましたら、このような光景が目の前に広がっておりまして、奥にずんずん進んでいきますと、めちゃめちゃでかいポスト、ポストかな、ポストじゃないか、ポストっぽい形のやつがあるところに B ウエストさん存在します。さあ、というわけで入店してまいりまして、店内はやっぱりカントリー調の木を基調とした空間でございまして、基本的にこのようなカウンター席、この字型のカウンター席となっております。で、メニューにはゴーヤおひたしとか、薬味たっぷり冷ややっことか、いろいろね、こういったおつまみ系もあったりする中で、ランチメニューなんですけれども、ハンバーグステーキ 150g 650円税込み715円から始まりまして、ドド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 ンとあります。美味しそうです。で、B ウエストステーキが 150g 1270円とありまして、こちらステーキですね。で、カレーライス、ハンバーグカレーというメニューもあったりしますね。で、ライスなんとおかわり自由、そしてサラダ、ドリンク付きとなっておりまして、ドリンクの種類はこのようにありますね。そしてこちらがグランドメニューになるんですけども、ハーフ&ハーフというね、ハンバーグとステーキどっちも楽しめるメニューなんかもあったりしつつ、開けていきますと、こちら丼&ライス&トーストというステーキ丼とかね、ガーリックトースト、ガーリックライスですって。で、カレーライスも美味しそう。どのメニューもワイルドで美味しそうだぞ。で、割とメニュー写真で見てみると小ぶりなイメージもあるんですけれども、あ、サイズ大きさというコーナーもあるんですね。で、これを見ていきますと 300g まで載ってますけども、以降プラス 50g で220円というふうに表記されております。で、トッピングもいろいろあるんですね。っていう中で来ました、ピラミッド、焼き上がり目安20分って書かれておりますので、エアーズロックっていうパターンのものもあるそうでございまして、どっちも1キロ。さあ、というわけで注文しましたら、まずはミニサラダとアイスティーが到着しました。早速いただきます。コーンたっぷりのやつ、ピリッとするニュアンスなんかもあったりしてね、ピリピリ感がどんどん体を刺激してきて、食欲が湧いてきてね、ハンバーグへの準備をさせるにふさわしいサラダとなっておりますという気がしております。これおかわり自由のライスですからね。まずは並盛りの感じで来ましたけど、ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます。わあ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 、
まあ、7分の1だけどなんかね、これ。わあ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 。やばいね、これ。大好き。出てきちゃうやつじゃん。あ、すいません。これ、ピラミッド1キロって書いてありますよ。1キロ。いや、すっごいな。三段重ね、鏡餅のシステムで登場しました。1キロピラミッドハンバーグ、付け合わせもありますね。サラダもあったのに付け合わせもあります。ボリューム感やばすぎて頭真っ白になっちゃうやつだ。スタバで注文するときくらい頭真っ白になっちゃったけども、いただきます。ではまずはこちらを取ってしまっていいのかな。崩れる、大丈夫。なんかすごく荒々しいゴツゴツしたステーキの感じあるんですけれども、よいしょ。でも1個、はい、取って横置いちゃいましょうか。ハンバーグ切る場所がなくなってる。重たいな。ちょっとほんのすいません、もやしの上で切ることになっちゃいますけども、すいませんね、もやしさん。こう来て、うわ、香る。めちゃくちゃ香る、美味しそう。馬、ゴリゴリの馬デミハンバーグで、予想以上に分厚いんですけども、もうね、柔らかさもあるから、このナイフいらないですね。フォークだけでこうやって切ってグオンって持ってこれるやつ、これはやばい。悟空が子供の頃に地球にフリーザ来ちゃうからやばいやつ、ハンバーグは合いびきの感じでございまして、こうやって見ますとね、そんなに肉汁じわじわって思わないかもしれませんけども、こういうことです。止めどないです、絶え間ないです、絶え間なく注ぐ愛の名です、永遠です。一番小さい一段目食べた時点でもちゃんとお腹はもう満足感得られるくらいの状況でございまして、ゴロンと繰り返して、うわわんぱくだなこれ。あとはもう食べるだけですもんね。でね、デミソースの味わいのおかげかね、すごくね、やっぱハンバーグの味わい自体がすごく懐かしい雰囲気、この分厚さとかゴリゴリ感はなかなか体験できないですけども、全体の味わいが懐かしさがあるから、そんなに体が受け入れるといったエモさもあるハンバーグだから、エモやんです。味の阪神タイガースですね。はい、いよいよラスト最後1枚なんですけども、見た目以上にめちゃめちゃぎっしりしたハンバーグでございまして、これ重たいぞ、これはすごい。ほらもうギュッとしてるのが分かりますよね。でも行きたくなっちゃうんだよな。なんだろうこれ、これ食べたら動けなくなっちゃうよって分かってんのに行きたくなっちゃうっていうあれだよね。コストコもさ、大家族でいっぱい食べる子が家にいないとコスパ悪いと思って分かってんのに行きたくなっちゃうんだよね。だからしょうがないのよ、これもう食べるしかないのよ、うん、ごちそうさまでした。というわけで、ビーウエストさんにてピラミッドハンバーグ食べてまいりましたが、
ビルの3階で3階建てのハンバーグを食べるというね、おつな体験でございましたが、美味しかったですね。なんかノスタルジックな感覚にも包まれるような懐かし美味しいハンバーグでございまして、それがあんなにお腹いっぱいいただけると。で、やっぱり馬車道っていう街柄なんですかね、なんかおしゃれ清楚な感じで、あんなわんぱくなハンバーグも佇んでるなといった印象を受ける、そんなお店、お味でございました。美味しかったですし、おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら、食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、 V さんさんからのコメントで、ハイジーさんって47年の人生の中でキャッチ&リリースされた回数はどのくらいあるんですか。何この質問、僕のこと何だと思ってる、お魚さんかと思ってる、そんなに魚っぽいかな、全然魚に例えられたことはそこまでないんですけども、新幹線とかもあるけども魚もあんまりない。だからキャッチ&リリースされたこともないよ別に。僕が水の中に入ってて、上から釣り糸垂らされて、なんかパクって食いついて、なんか引っ張られて出て行って、あーってなんかがっかりされた顔して、またぼちゃんで泣き返されることないよ。ただそういえば吉本から連絡とかが来て、あのこの日一日仕事が入りましたので拘束しておきますって言って、この日はだから他の予定入れないでくださいっていう感じでスケジュールを抑えられて、前日くらいに連絡来て亡くなりましたっていう。あれキャッチ&リリースというなら何回もある。桑原理恵さんからのコメントで、ハロウィンの日にち間違えて単に変な人扱いされて交番に連れて行かれそう、どういうイメージな、なんでこんな間抜けだと思われてるの僕。そこまで間抜けじゃない。ハロウィンパーティーにね、もしも自分が参加するっていうふうに思ったとしたら、ちゃんと日にち調べてちゃんとその日に行くタイプ、間違えたりしないと思う。で、僕がね、もし今年ハロウィンとかに参加するんだとしたら、自分で今パッと思いつくのはやっぱり与謝野彦さんの仮装になりますので、僕が別にさ、与謝野彦さんの仮装をして歩いてたところで連行されないよね、大丈夫だよね。あ、そういう着物を着てしゃなりしゃなりと歩いてる人なんだって思われるだけですよね。さすらいの旅人さんからのコメントで、 93.8 万人達成したら草屋食べるんですか。食べないね、きっと食べない。あの霧も悪いしさ、 93.8 万人達成ですってなかなか言わないかな。だから昔 81.2 万人の時はハイジーだって言ってそれでお祝いしたとかあるかもしれませんけども、 93.8 万人で草屋、もうそれ草屋食べたくてしょうがない人じゃん。そうなってくると草屋チャンネルだったらそれやるかもしれませんけれども、別にこのチャンネルで草屋だけに特化したチャンネルじゃないのでやりません。草屋チャンネルって何。上級会員さんからのコメントで、顔認証されないタイプの人相ですよね。失礼だな失礼なんだこれ、なんだこれって思ってるんですけども、当たっちゃってんの。 なんで僕のさ iPad にしてもさ、毎回毎回顔認証の設定してんのにちゃんと数字入れなきゃ開いてくんないの。こんなに目の前で俺だよって言ってんのに、誰っすかって顔してんのこれ。何よこれ、本当に落許かと思ってんのかな。でそのことを上級会員さんも見破ってんのが悔しいよね。みんな僕のこれを見て、じゃあ顔っぽくないなって思ってんの。何顔っぽくない顔って。確かにね、最近そのうちのね娘とかよくお人形遊びとかしてる時に使うこのね ひよこちゃんこれとかあるんですけども、なんか この角度とこの角度をね、なんか娘が、まあ、見比べたりするシーンがあるんだよな。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、テンテクテン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 、こちらディディンディディンディディン、ベーダスケオさんからのコメントで、3分13秒、ペロンといつも何かをめくり慣れているのがよくわかるいやらしい手つきの芸人の絵、どういうシーンだこれ。これは待って、ベーダスケオさん待って、これ何の動画だ。やっぱりステーキさんの動画の3分13秒のところ、ちょっと皆様見ていただけたら嬉しいんですけども、めくり慣れてない。別に私あのスカートめくりとかやったことない。なんかでもさ、僕の小学生ぐらいの時って
スカートめくりっていうなんかいたずらってメジャーで漫画の中の世界とかでスカートめくりだとかいうのを主人公やったりとかするシーンが結構あった気がするけども、実際に男子が女子に対してやってんの僕はね見たことない。小学校の時も中学校の時も高校の時とかもないんですけども、たまにさなんか文化祭的なイベントとかで女子同士が女子たちがテンション上がっちゃって女子同士でスカートめくりし合う時とかありましたよね。あれ怖かったよね。何のスイッチが入ったのってなっちゃったやつ、あれ皆さんあれ見たことあります？あれ怖かったよね。